今年の初戦となりますが、昨年はいかがでしたか、 S 級戦。昨年は、まあ、キャリアの中でも一番良かった1年でした。さあ今年はどんなレース見せていきたいですか。そうですね、まあ、自分の持ち味しっかり出せれるような競争をしていきたいです。この初戦に向けてはどのような調整練習されたんでしょうか。は調整はあまりしてないです。とにかくじゃあ練習を。そうですね、まあ、なんで日に日に良くなっていくと思います。ここでも差し足見せてということでしょうか。そうですね、お客さんの期待に応えたいです。前走がグランプリシリーズだったんですけど、いかがでしたか。そうですね、もう本当もういつもにない雰囲気で、もういい思い出になりました。逃げ切りも見せました。最終日、まあ、最後の S 級にならないようになんですけど、まあ、一着取れてよかったです。どうでしょうか、復調気配というか。まあ、自分で動いての結果なんで、まあ、6社当てですけどね、まあ、悪くなかったかなと思いました。今年の初戦です。今年どんなレース見せていきたいですか。まあ、明日同系の先輩の渡辺秀明さんについていただけるんで、まあ、2人で決まるように頑張りたいです。昨年はご自身振り返っていかがでしたか。そうですね、怪我をして、まあ、2年ぐらいになるんですけど、だいぶ膝の調子も戻ってきていて、少しこう動けるようになってきたっていう感覚が出てきました。初日はどう戦うんでしょうか。そうですね、まあ、短期で切れ目から1着取れるように仕掛けれればなと思います。関東勢がいる中でもその選択というのはご自身の中でどういう思いが。自分で動く楽しさというか、まあ、ちょっとわがままなんですけど、楽しみを取っちゃいけないかもしれないんですけど、まあ、そういうところは少し感じるところもあって、こういう選択をしました。近況のレースはご自身手応えとしてはどうだったんでしょう。そうですね、ちょっと昨年前半戦はかなりひどかったんですけども、だいぶ調子も上がってきて動けるようになってきてるんで、だいぶ良くなってきてると思います。平塚は決勝もありましたね。そうですね、11月に来た時に決勝も乗れて、あんまり相性そんなにいいイメージはなかったんですけど、前回良かったんで、はい、初日はどう戦いますか。牛山くんが自分でやりたいっていうんで、自分は福田くんに行かせてもらいます。近況の走りはご自身振り返っていかがですか。練習はすごく調子戻ってきてるんで、なんとか競争で結果出したいですね。新年の地元戦気合入りますね。はい、頑張ります。初戦の戦い方教えてください。もう野代役に全部お任せで。近況連携はありましたか。初めてで連携です。楽しみですね。はい、楽しみです。それではファンの皆様に一言お願いします。一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。一走してみていかがでしたか。まあ、いい時もあったし悪い時もあったので、まあ、こんな感じでとりあえずは頑張っていこうかなと思います。番手の競争もあるんですけど、どうですか自力の時と。あ、やっぱりすごい楽ですけどね。でも後輩がやっぱ出てきて頑張りたいというので、そこは頑張らせてくれるんでなんとかなってます。ではこの初戦どう戦いますか。そうですね、同期の泉圭介とは何回も連携あるので、信頼して明日一着取れるように頑張りたいと思います。平塚はこうリベンジというか。そうですね、本当はね、完全優勝して前回は失格してしまって、今季 S 級取れなかったので、まあ、まあ、恩返しするような気持ちで頑張りたいですかね。復帰戦ということでコンディションを教えてください。はそうですね、 4,50 日ぐらい練習してしっかり、まあ、足も戻してきたんで大丈夫だと思います。今戦法的にはどうなんでしょうか。まあ、そうですね、今、まあ、ほぼまくり主体で、まあ、いけるところだったら、まあ、かまし先行や、まあ、普通に先行とかもやっていこうと思ってます。位置取りとかは。まあ、そうですね、これからちょっとそういうところもしっかり見てきて、まあ、位置も取ってでいいところから行くみたいな感じでいきたいと思います。初日はどう戦いますか。は、まあ、まだレース感がまだ鈍いんで、まあ、しっかり自分の戻せるようなレースをしたいと思います。